高分子というのはいつも申し上げている霊化された肉体と生命体ということでございますね。で、我々の肉体細胞はめいめい一人一人みんな違うもんだということで言われておりまして、この細胞の数が多ければ多いほどエネルギー的にも記憶的にも高くなるということでございますね。年を取っていきますと細胞の数は減っていきます。子どもの時の細胞は非常に多いわけですけれども、年を取っていけば細胞の数は粗雑になるわけですね。これを同水とか同化現象だとか普通言われているわけです。なぜかというと新陳代謝をしませんので細胞の数が減っていくわけですね。で、その分だけシワが寄ってくるわけです。シワが寄ってきて、その分そこは空の状態になって、年寄りの細胞は大体こんなもんなんですね。で、記憶も薄れてくるわけです。知恵もなくなっていきます。で、子供の細胞というのはこういう具合に三つ子の魂100歳までもと、で、子供のようなみずみずしいという細胞の数の多い状態を私たちは保たねばなりませんね。で、子供がエネルギー的に非常に高いというのは分子、すなわちその細胞の数が多いからなんですね。エネルギー的に高いわけです。これを普通は超伝導と皆さん言っておりますけれども、超伝導というのはすなわち電気を通しやすい、キャッチしやすい、すなわちこの意識体がいくつもあると、記憶体いっぱい持ってるわけですから。だから物質に対しても粒子を細かくすればするほどエネルギー的に、そして記憶的に高くなるわけですね。だから超伝導に使われる材質というのは超微粒子を必ず使いますね。超微粒子を使うわけです。粒子が細かくなればなるほど記憶が、 IC なんかに使われているコンピューターのね、それはみんな粒子を真空状態で本当に超微粒子にしていけばいくほど電気的に高くなるし、そして知恵が高くなると。で、我々の知恵と力と得るためにはこの肉体を高分子化しなくちゃならない、すなわち霊化していかなくちゃならないと。霊というのは気化という、この前申し上げましたように霊というのは気ですね。気を高くすると、すなわちエネルギーを高く、知恵とエネルギーを得るためには私たちがこの肉体の細胞の数を多くするしかないんです。じゃあどうすれば多くすることができるかというと、これは意識の効用でもってなさねばなりませんね。高芽というのは高分子を意味するわけです。低芽というのは低分子を意味するわけですね。で、私たちが定位ができる限りにおいては私たちの肉体細胞は低分子なんです。で、高芽に行きますと高分子になってくるわけですね。そうすると宇宙からの記憶を、すなわち天啓を受けるとか啓示を受けるとか、ね、コンタクトマンになるとかというようなことをよく言ってるわけですね。大体人間がこの地上界での人間でも全部めいめいその細胞の差があるということ、知恵の高い人、健康な人は知恵が高くなります。だからこの地上界での社長級になっている人は大体この細胞の数が多いんですね。細胞の数が非常に多いと言われてます。それを普通ケラカイと言ってますけど、これはもう低い次元でのケラカイと言ってるだけであって、それは低い知恵の働きであって、そう大して価値があるもんじゃないですね。で、高分子になりますと、私たちが本当に霊化された肉体になりますと、霊界からの中心、すなわち高い次元からの、高次元からの中心を、我々の細胞が低い限りにおいては高次元からのコンタクトはできないわけですね。テレパシーを受けることはできない。なぜかというと受信機が粗雑ですから、それは記憶できないんですね。記憶を蘇らすことができないんです。だから私たちが本当の高次元とのつながりを持つためには、皆さんの肉体というのを高分子状態に保っていなければならないですね。だから自我意識には神はかからないというのはその意味なんですね。自我意識、この状態は自我意識状態、これは神我状態と言われているわけです。だから神が自我の人間にかかるということはない、自我人間が典型を受けるということは絶対にないということがわかるわけですね。なぜかというと数波数が全然違うわけですから、ここは高数波数で、ここは低数波数しかキャッチできないわけですから、だから皆さん方が高いもの